無常岩波文庫版では373ページ終わりから2行目です。復讐元社総一大師法名四美復讐民権の師となり聖写師なり幼年より次長を師長を好む朝廷を何代公に浮かめてもろもろの御者になれきたる唐の貫通の始め年暮30年なりたちまちに出陣を願う。すなわち、長州を捨てて、不要山、雲錦禅寺に投じて落発する。与尚海元寺道元立志に具足戒を置く。不能毛利なり、時期にわずかに気を接す。常に終日演座す。衆皆これを意なりとす。説法偽尊と元訪問の昆虫なり、面して真言すること、指示のごとし。説法この苦行をもて呼んで図だとなす。一日説法問うていわく。おなこかこれび図だ。し答えていわく。ついにあえて人をたぶらかさず。ついにあえて人をたぶらかさず。異日、説法を読んでいわく。
ビズラ何ぞ変算させざる。しいわく、ダルマフライトード二祖不応祭典、説法念しす。ついに臓骨山に登るに及んで、すなわち死と同力抵抗するに、元と心髄せり。死の日室死決するに、人魂に変わることなし。処方の幻覚の中に、諸未決あるは、必ず死に従いて心液するに、説法おしょいわく、ビズラに問うべし。し、まさに人にあたりて、不浄にしてこれを務む。抜群の行事にあらずよりは、陰謀の案里あるべからず。終日演者の演座の行事、まれなる行事なり、いたずらに正式に指定することは、王子といえども、終日の演座は務む人まれなり、まれなるなり。今、万学としては、残りの行員の少なきことを恐りて、終日演座、これを務むべきなり。まずはここまで。今日はまず、現者シビという人の話からです。この人は、消防現像一家の名字という巻の主役でもあります。同じ岩波文庫の第一家の、180ページから載ってます。この水野八百子さんの編集では第7巻となってますけれども、一家の名字という有名な言葉を発したことで有名な原写シビです。まあ、亡くなった後の呼び方が原写宗一大師、もともとはシビという名前だったらしい。福州民権のという地域の生まれらしい。俗名は写師であったと。で、ここはまあ幼い頃から釣りが好きだったと書いてあります。市長を好む。まあ、小舟を持って、その小舟で南大港という川で釣りをして、もろもろの業者、つまり他の漁業を営んでた人たちと慣れ慣れしかったと、まあ、仲が良かったということですね。釣りを好んだと書いてあるから、趣味で釣りをやってて本業が別にあったのか。私はなぜかこの人はまあプロの漁師さんだったという思い込みがあったけれども、この書き方を読むと、わからないですね。好んだと書いてあるから、ちょっとして釣りが好きで魚を釣ってただけなのかと。じゃあ何をして生活したのかと。趣味の釣りがそのまま
まあ、生活する手段にもなってたのか、他に仕事をしたのか、そこは、まあ、ここには書いてない。とにかく、まあ、お坊さんになる前何をしたかということについては釣りをしたということ以外は書かれてない。唐の漢数の始め、これは時代のことで、漢数といえば700いや864年、要するに厳密には漢数5年らしいですね。漢数5年、864年に元社シビは30歳だった。その時に出家しようという思いが湧いて、すなわち長州を捨てて、その自分が愛用していたその船も手放して、うん、まあ家族を捨てたとか生活をどうしたと書いてないから、やっぱり一人でこの船で釣って魚を作って生活をしていたかもしれない。まあそれ以外は何も書かれてない。ただもうそうなると、当時の中国で普通の漁師が出家しようと思ったら簡単にできたかというと、そうと思えないという問題が出てきます。今の、まあ、この我々の生きているこの20世紀21世紀でこそもう個人の自由があるわけですから、どんな職業の人でも、どんな年齢の人でも、師匠さえ見つければどこでも、どこの宗派でもおそらく得度して僧侶になることができるけれども、昔の日本でも中国でも公の許可がないと、結婚じゃなくて出家ができないわけですね。で、特に位の低い人はなかなか出家させてもらえなかったと思うんですね。お百姓さんだとか漁師さんには一生懸命働いてもらわないと、貴族たちは豊かな生活ができない。で、逆に貴族が増えすぎると困るので、まあいいくらいのお生まれの、お坊ちゃんこそは貴族のままでいいけれども、次男三男となると、どん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 子孫を作ってもらっては貴族ばっかり増えるから、それを百姓たちが支えられなくなってしまうので、むしろ貴族の増えすぎた人たちが出家をしたというパターンもあったというか、むしろそれが普通だった。まあ六層絵のは木彫りだったという話はあるけれども、それも後で作られた話らしい、読み書きもできないような木彫りがその当時中国でそう簡単には出家できなかったはずです。それは船一つで魚を作って、趣味で魚を作って、生活できてた人がそもそもいたかどうかわからないし、それが30になって思いつきで簡単に出家できたかどうかわからない。わからないけれども、まあ、ここはそう書いてあります。30歳になって出家しようという思いから自分の船を手放して、不養山の雲錦禅寺に投じて落髪する。不養山の雲錦、あるいは雲君とも読めるけれども、まあ、水野八王子さんは金という振り仮名を持っています。この
後ほど、道海禅師がいらしたこの不養山で出家得度をして、出家得度の師匠とは別に、与正海禅師の道元立志のもとで具足戒を受けるわけです。まあ、現在曹洞宗では出家得度の、時にお袈裟やお礼をいただくと、大体同じ師匠から戒律も授かっていただくんですけれども、これはもともと別だったらしいんですね。頭を剃ってもらう師匠とは別に戒律を授けてくれる。おそらく戒律を授けるには頭を剃る師匠よりも多分条件が厳しかったんじゃないかと思います。で、戒律といっても私たちが今、授かっている16の菩薩戒よりはるかに多い、248ほどの具足戒の話ですね。南方仏教でも、使用されている具足戒は当時中国でも、おそらく今でも中国で、授かっていると思います。それは30歳の時に授かったと。そして、原文では漢文ですが、不能毛利なり、もうボロ雑巾のような衣を身にまとって、食べ物もほんのわずかしか食べずに、常に終日演座す、ずっと座禅に努めたと、ここが強調されているわけです。衆皆これ稲荷とする、並大抵の修行ではなかったと、周りの者もこの人は特別だということを認めた。説法義尊という有名なお坊さんは、本来ならこの元社師尾と兄弟弟子であったけれども、元訪問の昆虫なり、元本来なら兄弟弟子ではあったけれども、まあ年も近い、説法義尊と元社師尾は亡くなったのは同じ年で亡くなっているし、説法義さんは若干先輩ですけれども、そんなに年は離れてない、離れてないけれども、しかして新婚すること指示にごとし、ただまあ兄弟弟子となるとライバル関係にあって、本当はまあ和合僧といって、水と牛乳のように仲良く協力し合うべきではあるけれども、実際には兄弟弟子となれば、まあ、実際の家族の兄弟でもそういうパターンが多いけれども、兄弟ほど仲が悪いということは総理の中でもあったりする現実問題としては。ところがこの2人はそうではなかった。本来は兄弟弟子であったけれども、まるで師匠と弟子のように親しかった。元社師尾は、説法義尊を先輩以上にもう師匠のように思った。説法、この苦行をもて呼んで図だとなす。そして説法は元社シビの大変厳しい修行を見て、彼にズダというニックネームをつけた。ズダという言葉、つまりまあ昔のインド人、まあ仏教以外の苦行者もそうだと思いますけれども、が営んだ苦行のことですね。大変厳しい修行、まあちょっと皮肉を込めてつけたニックネームでしょう。まあ、お釈迦様の弟子の中でもマカカ生涯非常に厳しい修行を営んだことで、ズダ一番、ズダ第一というふうに言われてますね。マカカ生は
お釈迦様の教団の中で一番厳しい修行をしていたと。で、ある日、説法は現者師尾に質問をした。おなこかこれ、びずだ。要するに、このびずだは相手のことですね。お前、びずだと言われている。そのお前は、そもそも誰なのか、何なのか。本当のお前は何なのか。確かに知事審議の中に天祖のところであるまあコアの道元禅師が紹介しているある時に、道長は天祖を呼んでで名前忘れたけれどもなんとか言う天祖が法上に来たで道長は天祖を呼んだのに何でお前が来たんだと。でまあ天祖だから来たわけで何の不思議もないけれども仏教では本当の、まあ、自分それこそ天地いっぱいの自己を生きている、それに気づくその天地いっぱいの自己に生かされてその天地いっぱいの自己を生かすのが目標なのに天祖が天祖をする。この場合はビズだ。と言われたら、そのビズだをやらなくちゃいけない。ビズだと来いと言われたら、はいと言って行かなくちゃいけない。天地いっぱいの事故なのになぜ10人うちの1人の役割も演じるのか、その二つの関係が何なのか、おそらくそういう、問題がここに言われていると思う。天地いっぱいの事故、お前が仮に天地いっぱいの事故だとしたら、宇宙いっぱいの事故だとしたら、じゃあビズダは何なのか、そこに座っているビズダは何なのか。でそれに対して現者師尾は答えて言われた。ついにあえて人をたぶらかさず。ついにあえて人をたぶらかさず。この英語訳では、In the end, I just cannot be deceived by others となっているので、この英語訳に従えば、私は結局のところ、最終的には、このついに、まあ最終的に、人には騙されないぞと、人をたぶらかさず、と書いてあるので、私の直感では逆に私は最後の最後まで人を騙さないぞ。自分の方から人を騙さないというふうに受け取ったけれども、英語訳では逆に私は騙されないぞというように書いてある。騙されない。誰に騙されない。それは結局この文脈では自分が演じている役目だとかビズダならビズダ、ネルキムホならネルキムホ、この役目に騙されない、こいつに騙されない、こいつをやれと言わればこいつやるしかしょうがないけれども
それには騙されない。それを超えたというか、それだけで説明できない天地いっぱいの事故を見失わない。決して見失わない。天地いっぱいの事故の方からこいつを生きる。こいつに騙されて天地いっぱいの事故を絶対に見失わない。そして別の日、医術、説法を読んでいわく。また別の日に説法が現者シビを読んでいった。ビズラ、なんぞ変算させざる。ビズラ、お前はなぜ旅に行かないのか。死いわく、ダルマフライトード、二祖不応祭典。ダルマさんがインドから中国に来たわけではないし、二祖が中国からインドに行ったわけでもない。で、説法は、まあ、深くうなずいてそれを認めたとなっている。この答えもまあちょっと不思議。なんでお前が旅しないんだと。何が不思議かというと、二層が中国からインドに行ってないのは確かだと。二層がインドには行ってない。だけど、ダルマさんは確かにインドから中国に来た。ダルマさんがもしインドから中国に来てなければ、インドから中国に仏教、禅が伝わってないはず。で、まあ、これを正確に分かるためには、分かりやすくするためには、さっき言った消防現像の第7巻の一家名字の最初のところをちょっと読みたいと思います。これは岩波文庫第1巻の180ページに載ってます。水野青子さんは一家名手というふうに読んでます。一家名字、あるいは一家の名字、まあ。いろんな読み方があります。そもそも仏教用語をどう読むか、さっきこの前、エコさんの、リンクの時にも平常心と言うべきなのか、平常心と言うべきなのか、人それぞれの意見があるようです。私は一家の名字という読み方に慣れているので、まあ、名字と言わせてもらいます。シャバ世界大総国、福州元社山山陰、創一大師、法義、四美、俗称は、シャナリ。在家のその神、長魚を愛し、船を何代港に浮かべて、もろもろの釣り人に習いけり。まあ、同じようなことが書いてありますね。元社四美という人は、もともとは釣り、ここでは愛していたと書いてある。釣りが好きで、何代港で船で釣りをして、釣り人に習ったと、習いけり、まあ親しかったと。不調事情の近隣を不体にもありけん。まあ不思議なことに、釣りともしないで、おのずと、まあ、
金魚ではないだろう。非常に価値のある魚が2体、もう早く来ないか早く来ないかと思わなくても上がってたと。これは魚の話ではなく、お壺大師のことだと思うけれども、おのずとそういう願い、仏道に行きたいという願いが現れたという話だと思う。それをここで例えて、釣りともしないでおのずと上がった近隣を不退にもありけんと書いてありますね。唐の漢数の初め、やはり、9世紀の、頃に、たちまちに出陣を2号、出家しようという思いが湧いた。船を捨てて山にいる。その年30歳になりけり。30歳の時に船を手放して山に入った。不正の危うきを悟り、仏道の好機を知りん。それは浮世の、無常を悟ったからのであった。ついに説法山に登りて、真覚大師に参じて、昼夜に弁道する。弁道す。で、説法山という山で、ここでは真覚大師という呼び方されてますけれども、それはやっぱり兄弟子先輩の説法偽尊のことらしい。注釈によれば、説法偽尊のもとで昼も夜も弁道したと、修行に励んだ。そこで、これは行事には紹介されてない有名な話があります。彼は、師匠や先輩のもと、指導のもとでずっと一生懸命、誰にも負けないで厳しい修行をするわけですけれども、どうやら自分の問題が解決されてないのか、ある時に、ちょっと違うところに行ってみよう。別の師匠、別の僧侶の中で、ちょっと違う話でも聞いてみようとして、この寺を離れようとしたとき、そのとき、あるとき、あまねく諸法を三徹せんために、脳を携えて出礼する。ちなみに、着手を石に蓄座して、流血し、通訴するに、骨念として妄想して曰く。舌心比喩、通詞が来、読み下しは、この心、この身、うにあらず、痛み、いずれよりか、来たれる。ちょうど、もう、身支度して、そのお寺を出ようとしたときに、リュックを背負って、わらじを履いて、山を下ろうとしたそのときに、足指を石にぶつけて、血を流して、相当痛かった、猛烈な痛みを感じたと書かれている。そのときに、現茶師比が言ったのは、この身うにあらず、この体が本当の私じゃない。天地いっぱいの自己で言えば、この体が天地いっぱいの自己のはずではない。天地いっぱいと言われるぐらいだから、
ありとあらゆるものが本来の私、本来の自己であるはずなのに、一切主張が本来の私のはずなのに、なぜこの足指をぶつけたくらいでこんなに痛いんだろうか。この痛みはどこから来たのか。山の向こうで鹿が罠にかかって苦しんだとしても全然痛くないのに、この体がちょっと足指をぶつけたくらいで痛くて痛くてしょうがない。それはなぜだろう。山の向こうの鹿の痛みが感じない。そしてそこで気づくことがあったらしい。そして、師匠でもあり先輩でもあった説法のところに書いた。すなわち説法に書いた。説法と、なこかこれびずだ。さっき行事にもあった問答ですね。ビズだと言われているお前はそもそも何なのか。現者曰く、ついにあえて人をたぶらかさす。最後までもう騙されない。もう私は騙されないぞ。この言葉を説法ことに愛して曰く、この答えを説法は非常に好き、気に入ってこう言いました。誰かこの言葉を持たざらん、誰かこの言葉を道徳せん。なかなかこんな言葉を持つ人はいないし、この言葉を言える人はいないだろう。説法をさらに問う。ビズダ、なんぞ変算せざる。これも行事に書いてあったけれども、なぜこの問いが出てくるかは、行事だけを読むとなかなかわからない。なぜお前は旅に出ないのかと。さっき、お前は旅に出ようとした。まあ、怪我したけれども、バンドエイドでも塗って貼って、まだ、新しいわらじに履き替えていけばいいじゃないかと言うわけですね。なぜ、じゃあ、今からでも明るいうちに旅に出ないのかというと、死がやはり行事と同じように、ダルマさんだってインドから来てない。ニソだって中国を離れてないんだと。だから俺も旅に出ないぞということですね。で、その後にはついに、これは182ページの真ん中頃に書いてありますけれども、人事法世界是一家名字と。人事法の世界、全宇宙ですね。全宇宙は一つの宝石のようなもの、一つの玉、明るい光っている玉であるという言葉で彼は有名になったんですね。まずこのことですね。まあ、道元禅師はいつもこの行事の巻でしているように、こういう気づきをもたらせたきっかけだとか、そもそもその時心の中で何が起こったとか、それよりもここでは終日演座数ということを強調しているんです。行事の中で強調しているのは、現者師尾は誰よりも厳しい修行をして、まあ、ズダというあだ名がつけられるほど厳しい修行をして、昼も夜もいつも座ってたと言われるんですね。
じゃあ、それでもこの一家の名所の巻に書かれている足をぶつけた時の話、その時何が起こった？まあ、今ここ安泰寺にいる人もみんな内山老子の本など読んでいるわけですから、天地いっぱいの自己を生きているということがみんな頭の中で分かっている。みんな同じ天地いっぱいの自己を生きているのに、掃除の時にトイレを掃除する者もいれば風呂掃除の人もいるし、その間天井の片付けをする人もいる。それぞれの持ち場でそれぞれの役をやっている。で、ひょっとして中にそれはなぜかよくわからないという人もいるかもしれない。天地いっぱいの自己を生きている私がなぜトイレ掃除をしなくちゃいけないんだと、なぜ俺が今天井当番なのかと、でお腹がすぐ、寒い時もあればストーブが燃えすぎると暑い。天地いっぱいの自己が暑いとか寒いと感じるはずはない。天地という地盤から見たらもう宇宙全体が暑くなったり寒くなったりすることはない。それはただここの広間の中の話で、なぜ自分が例えば磁気道に当たった時に少しまあ暖かいけれども、後でなぜ道場に熱くすぎたと怒られなくちゃいけないんだと、天地いっぱいの事故の視点から見たら別に 2,3 度温度が低いとか高いとかどうでもいい話。まあ、私が想像するにはこの現者シビは天地いっぱいの自己を生きている、それはよく分かってたけれども、じゃあ具体的にその天地いっぱいの自己はどこなのかはよく分からない。あるいはまあよく言われるように仏性、私たちはみんな仏性を持っている、仏性に囲まれている仏、仏というものが遠いところにあるんじゃなくて、みんな私たちは仏なんだと、本堂の前の一本の白樹枝だとか、トイレで使う乾止血だとか、まあ、三銀だとか何でもいい、目の前に仏がある、それを自分が生きてて自分はそれを生かさなくちゃいけない。でもじゃあ具体的にじゃあどこ、その仏どこなのかわからない。いくら仏仏仏天地いっぱいの自己だとか言ったって結局お腹もすくし、眠い時は寝たくなるし、トイレも行かなくちゃいけない。で全然仏になったつもりもないし、それに近づいているという実感もない。でまあ旅に出ようとした。どうもこの説法偽尊にいくら習っても納得しない。でつまずいて足指を石にぶつけて血が出て痛
その時何が起こった？まずただ痛かった。その時はもうその痛いという思い以外は天地いっぱいの事故だとか、次はここに行ってみようだとか、昨日のことも明日のことも全部ぶっ飛んで、仏性も仏も全部吹っ飛んだ。で、痛かった。で、その時に初めて、沢木老師の言う、貸切金一発の屁の話がよく分かったと思う。沢木老師はそれを天上天下唯我独尊という文脈の中で言っているけれども、みんな天上天下唯我独尊を生きている。この上ない比較すらできない仏の命をここで生きている。しかし実際問題としては、いや、どこにそれがあるのか、周りを見てたらもちろん違う。みんなそれぞれ違う顔をするし、座禅の姿勢だってみんなそれぞれ違うし、天蔵当番当たったら出す料理は全部違う、掃除でそれぞれの持ち場も違う、トイレをいくらきれいにしたってそれは風呂掃除の代わりにならない。そういう違いはあるんだけれども、まあ、似たり寄ったりというか、同じカレーを食べたとしても6人が食べると、ある人は甘すぎるというし、別の人は辛すぎるというし、ある人にとってはちょうどいいかもしれない。みんな違うものをそこで味わうけれども、まあ大体はまずいものは、すごくまずいものはみんなまずいと思うし、すごくおいしいものはみんな、まあパーティーとか見ればわかる。一番おいしいものはみんな先に行くわけだから。それぞれまあ違う好みはあるけれども、まあ大体似たり寄ったりする。ところがこの天上天下唯我独尊、貸切りできん一発の屁の話はそうじゃない。全くもう比較すらそもそもできない。あの足をぶつけた時に、あの痛というのはそれまで一度も感じたことのない痛みであったはずだし、それ以降も二度と訪れることのない痛み。同じ条件で別の人が足をぶつけたら、おそらく同じように痛いんだろうけれども、全くそういう比較もできない。今その時はそこに痛いという思いだけ。で、まあそれはそれで当たり前だけれども、現者シビはその時に初めて、あ、これが仏なんだと、これが天地いっぱいの自己なんだと。それまでは好みを超えたどこかに天地いっぱいの自己が働いていると思ってたけれども、今ここに起こっている。痛いとか腹減ったとか
暑いとか寒いだとか眠いとか、あるいはもう当たり前の気づき、そこに畳があってストーブがあってやかんが置いてある、その気づきは天地いっぱいの事項による気づきであって、どこまで行っても、それ以外のところ、今ここ起こっている、今ここ自分が気づいている以外のところに天地いっぱいという事項はない。探しに行ったって見つかるわけではない。ダルマさんがインドから中国に来たのは事実だけれども、そのことによって天地いっぱいの事故がインドから中国に運ばれたかというと、そうじゃない。ただまあ、ダルマさんが来なければ、この当たり前のことに私たちは気づくことはなかったかもしれない。そういう事実はある。でも気づいてしまえば、もうダルマさんは来なくてもよかったということになってしまう。いっぺん気づいてしまえば、天地いっぱいの事故は最初から自分の足元にあった。ずっとそれをおぎゃーと言ってお母さんの中から出てきたから、来た時からそれをやってたけれども気づいてなかった。いっぺん気づくと、もうどこも行く必要はなくなる。だから二層が中国からまだなんか宿題残っているからといってインドに行って学んでないと同じように、本当はダルマさんは来なくてもよかったと、いっぺん気づいてしまえば来なくてもよかったと、まあそういう話だと思いますね、ここで言われていること。で、行事の巻には出てくれないけれども、この一家の名字というのも私はそこで黒板に書いている、内山老子の進みと安らいで言えば一番最後に6番目書かれる、今ここに出会っている世界とその体験、生命体験と生命体験される世界と、それを生命体験している自己、それを全部ぐるみ、これが一家の明星、光っている一つの玉である。別のよく使われる例えで言えば、これは一滴の水、水滴のようなもの。ただその一滴の中には全宇宙が映っている。だから最初に宇宙があって、その中にほんの一滴が露のように一本の草についたのか、そもそも宇宙というものが一滴の露の中に映っているものに過ぎないのか、それも言えない。あるのは今これ。今これしかない。まあしばらくは英語で。Today section starts with the story of great master Gensha Shuitsu is called here. I thought it was so itchy, but well, with a lot of these Chinese characters, you can read them in different ways. So Nishijima calls him Gensha Shuitsu, which is his posthumous name. From the Fuzhou prefecture, he had the Dharma name of Shibi. He was from Binken County in Fuzhou. His family name was Sha
From his childhood he liked fishing. He sailed a small boat on the Nantai River and got along with all the fishing folk. So here it says that he liked fishing. And the same person features prominently in another chapter of the Shobogenzo called Ikka no Myōju. I don't know how Nishijima reads it. Mizuno Yaoko-san reads it Ikka Meishu. Either way, it means one bright jewel. And Ikka Myōju, one bright jewel, is a famous expression by Gensha. Shibi. And in that chapter, Dōgen Zenji also relates the story of Gensha Shibi and how he, in his youth, loved fishing. I think it says in the other chapter here, it says he liked it. So he was fond of fishing. What it doesn't say is how he made his livelihood. So if you read this, it sounds almost as if he took up fishing as a hobby. And he got along with the fishing folks, but he wasn't a fisher himself. Then the question is, what was he? And why is the fact that he loved fishing so much stressed while his real profession isn't mentioned? On the other hand, if he was a fisher, so he was a fisher and he loved fishing so much that work was like a hobby for him. It wasn't really work for him that he did to keep himself alive. He loved his work, and that's stressed here by saying that he liked fishing or he loved fishing. But still, he was not different from all the other fishermen who maybe hated their profession. Who knows? He was no different from the other fishermen, but he just loved what he did, which was fishing. If that's the case, that would explain why nowhere it's mentioned what Gensha did for his living, because probably he sold the fish that he caught on the marketplace, and that's also what he did for a living. But then the question is, was it really at the time, that's the 9th century, Tang Dynasty China, was it really possible at that time for a normal fisher to say, I'm going to become a monk? In the case of the 6th patriarch, they say he was a woodcutter, and on one day, although he couldn't read and write, decided to become a monk. And there's a book, I think we have it in the library, by John McRae. What's the title? Forgot. It's probably the only book by John McRae, if I remember right. It has kind of a red cover. In there, he's basically examining this myth of the sixth patriarch. And according to scholarship, you can say it's almost impossible that at the time a woodcutter would just become a monk like that. And it's pretty sure that, like all of the monks at the time in China, he was of good birth for higher class, that he could read and write well. It was just like this kind of story that was later invented to make him look more cool. Just like, for example, when the Rolling Stones were really popular in the 1670s, nobody would really publicize the fact that Mick Jagger had studied economics at London University or stuff like that. Or I don't know, how about the people like Kiss or something? Some of these people came really from good households, and they were kind of what in Japanese you could call botchan, kind of. They never really missed a meal or anything. That's their work didn't come from broken homes, but they kind of, to have this mass appeal, you build this picture of this rock star that's crawled right out of a garbage pail, kind of. And then
And it seems that maybe at some time in Chinese Zen also they felt this need to invent this kind of image of the Zen master that couldn't read and write, and that was a woodcutter before they became a monk, or that was a fisher and they did nothing but fish on their small boat until they were 30. But I'm not a really, I'm not a historic scholar, but I think that historic scholarship would throw some doubt on this legend of somebody who was just an ordinary fisherman and just loved fishing until he was 30. But then out of a sudden, at the beginning of the Kanzu era, which is, I think, 864 or something, of the Tang Dynasty, when he was just over 30 years old, he suddenly desired to leave the world of dust. Abandoning his fishing boat at once, he devoted himself to the order of Zen master Lei Kun of Huyozan and shed his hair. He received full ordination from precepts teacher Dogen, which is of course a different Dogen than the Dogen who writes the Shobogenzo, of Kai Genji in Yosho. Today, when you ordain and shave your head and receive the robes, that's also when you get the precepts, and usually with the same teacher, but probably at the same, at that time these were different ceremonies. So probably Lei Kun was the master who shaved his head and gave him the robes, but then later he received the full precepts, which at the time were still the 248 precepts, which you also have in the Southern Buddhism. You received that from a different teacher whose name was also Dogen, but you write it with a different character. With patched clothes and straw shoes and with barely enough food to sustain him, he would always be sitting in stillness all day long. So that's kind of the typical thing that Dogen stresses in this chapter, that the patriarchs of old didn't take it easy. With barely enough food to sustain him, he would always be sitting in stillness all day long. All the monks thought him peculiar. From the beginning, he was on good terms in that Dharma order with Seppo Gison. Their closeness was like that between master and disciple. So it seems that in reality they were more like Dharma brothers, but Dogen Zenji says here that Gensha looked up to Seppo Gison as he was his teacher. And from my experience in the Sangha, it's often just as in the secular world that, especially between brothers and sisters, it can be really difficult. It can also be difficult between parents and children, but usually you have a different relation with your parents than you have with brothers and sisters. And sometimes with brothers and sisters, it's more like a rivalry and you're kind of competing for the love and the attention of the parents. While if you get the attention of your parents, then there's unconditional gratefulness for that. Can there be? So it seems that although Seppo Gison and Gensha Shibi were pretty close in age and probably in the Dharma lineage were not, well, according to this, Seppo Gison was neither the precepts teacher nor the ordination teacher of Gensha Shibi. So they weren't really teacher and disciple, but they didn't compete as rivals in the Dharma, but it's rather that Gensha Shibi looked up to Seppo as his teacher. Seppo called Gensha's hard practice Dutta, or in Japanese it's called Zuda. And I think in the footnote, Nishijima stresses that in this case it's not meant as a criticism. So Dutta are the hard practice, ascetic practice that you find in India that existed before Buddhism and that still exists today. Like, for example, lying on a bed of nails would probably also be considered as Dutta. And as Buddhism stresses the middle way, usually this Zutta is
criticized as unnecessary or going beyond the middle way, falling into an extreme. On the other hand, you have the case of Maha Kashyapa, who transmitted the Dharma of Shakyamuni to Ananda. So he's the second after Shakyamuni. And they say that Maha Kashyapa was praised as the one of the students of Shakyamuni who did the strictest practice, Dutta. So Dutta is not always used in a negative sense, that somebody does especially strict hard practice. Also in this case, it was probably something like a nickname, maybe also with a certain ironic undertone in there. So basically, Gensha Shibi was called Be of the Dutta, Bizuda in Japanese, by his senpai, who also functioned as a teacher, his mentor, Seppo. One day Seppo asked, "What is the substance of Be of the Dutta?" So basically, what is your substance? Who are you? Who are you? That reminds me of a talk, a mondo, question and answer exchange that appears in the Chijishingi. The Chijishingi that we often study in the winter has sections on the Tenzo and on the temple director and all the other responsibilities in the monastery. And I think it was in the section of the Tenzo where at one point the abbot calls the Tenzo. And the Tenzo appears in the abbot's room. And then the abbot says, "I called for the Tenzo. How come that you arrive?" And the answer is, "Well, because I'm the Tenzo, basically." But then again, Tenzo is only our role in the, how do you say, world of comparisons, in the phenomenal world. There's a Tenzo, there's a Tambo person, there's an Atake person, there's a person who's responsible for the fences. But at the same time, we're living our true selves. So the question is, if we all live the true self, how come that at the end of the day, one person has to take responsibility for the hatake, one person has to take responsibility for the tambo, one is in charge of the electric fence? Who's taking charge of that? And if the answer is, "Well, that's me," then the next question would be, "Well, if you take charge of the tenzo, where's the true self in that moment? Or is the tenzo the true self? But if the tenzo is the true self, how about the hatake? Are the people that are working in the hatake not living out their true selves? Well, what is the true self?" That's how I understand this question. What is the substance of Be of the Dutta? The master replied, "In the end, I just cannot be deceived by others." On another day, Seppo called him over and said, "Be of the Dutta, why do you not go exploring?" The master said, "Bodhidharma did not come to the eastern lands. The second patriarch did not go to the western heavens." Seppo approved of this. So according to legend, Bodhidharma did indeed come from India to China, which lies in the east of India. So that's what is meant here with eastern lands. So that's historically false. Bodhidharma did come to the eastern land, but it's correct to say that the second patriarch did not go to the western heavens. Western heavens means India. So it's true that the second patriarch
who lived and died in China never visited India, but it's not true that Bodhidharma did not come from India to China. So what does he mean there? Or what's the context? The context is here, as often in the Gyoji chapter, Dogen Zenji, how do you say, omits part of the legend, especially those parts which for most of us are usually the most interesting ones, the ones that tell the enlightenment experience, that what it's supposed to be all about. And Dogen Zenji in the Gyoji chapter, he emphasizes not the experience that happens in an instant, but the thing that surrounds it, the years of practice and the cold and the quality of the food that has been eaten. But the story itself that maybe is useful to know, to understand this exchange, you can find in the Ikkanomyoju chapter. And it basically runs like this. Genja became a monk at age 30, and he studied on Mount Seppo with his mentor Seppo Gison. And I could imagine that he had heard about, well, the fact that we all live the universal self, and that Buddha is not something that is sitting on the altar, or the Buddha is not a person from India who died 2,500 years ago, but the Buddha is basically each of us. We are all living the Buddha, and the pine tree in front of the hall is also the Buddha, and the ship wiping stick in the toilet is also the Buddha. They are all the Buddha. There's not a single instance where we're not confronted with the Buddha. We are all living the life of the Buddha. But then, what does that mean in reality? If we are all living the life of the Buddha, how come it doesn't feel like, yeah, I'm a Buddha? Or there could be the question, well, if we are all Buddhas, how come that one person is cleaning the toilets while the other is cleaning the bath and somebody else is doing the kitchen at that time? How come that although we are all supposed to be Buddhas, we still have to play different roles in this phenomenal world? And maybe it were doubts like these that brought Genja Shibi to the point where he decided to leave the mountain and go somewhere else, maybe study with a different teacher, who might hopefully open his eyes to what it means that we are all Buddhas already. And there's really nothing to gain, because we already live this universal life. And he was wearing his straw sandals and had his takuhatsu hat on and was shouldering his backpack and left the temple gate. And it seems that after a few steps, he hit his toe on a rock and it started to bleed. And there was this pain. And according to legend, he's shouting out, this body is not supposed to be me. This body has no substance. So where's the pain coming from? If I'm not really this body, how come I feel that pain? You could also say, if we're all connected and we're all the whole universe, how come we feel the pain in this body, but we don't feel the pain of the shika that's trapped in a trap, maybe right now somewhere on the other side of the mountain? We're all living the same life of the Buddha. How come
the pain of that deer in the trap is not our pain. But you, a trivial thing then, like hitting your toe on a rock, leads to this experience that is, well, unique in the whole universe. So I think at that point, Gensha Shibi understood what Sabaki Roshi in the text that we studied this winter. I think it was the second Rinko that John gave. He expresses is as you can't even exchange a fart with a person. And that comes in the context of this saying that above the heavens and below the heavens, there's nothing. And we were kind of discussing what would be a good translation there, but nothing can surpass me would be one literal translation. Below the heavens, above the heavens, there's nothing that can surpass me. It's unsurpassable. We all live this unsurpassable life, Sawaki says. And unsurpassable means that not that among all of the other options, this is the highest option, but there's no comparison possible. There's no comparison possible to what's happening right now in this moment. You can't compare this moment of life to anything else. But usually we think we can compare it, or at least to a certain degree. We always live in this world of comparison. And of course, cleaning the toilet is no substitute for cleaning the ofulo. The toilet person has to do their job, and the ofulo has to do, and the person who cleans the ofulo has to do a 100% job, while the tenzo is doing the tenzo. But still, I mean, you can compare, and maybe you look and you might say, well, compared to the toilet, the ofulo is not so super clean, or the other way around. Each tenzo does a unique job in the kitchen, but I mean, there are some tenzos who cook better than others. Or when it comes to eating, you get the same curry rice, the same plate of curry rice, and probably when six people eat it, for some people it's maybe too spicy, for others it's not spicy enough, for some people it's just the right amount, so everybody probably tastes a different taste there. But at the end of the day, for example, if there's a party, there are usually patterns of what is usually left over until the next day, because nobody wants to eat it, because although everybody has a different taste, at the end of the day, we all agree on certain things. Oh, this I'd rather not eat when there's still this other dish there. So there's usually one or two dishes that first disappear because everybody likes them, and rather than having somebody else eat your part, you want to have at least your share. But then in that moment where you hit your toe, you realize Sawaki is right. Nobody can share this experience with me. I can't compare it with anybody else's pain in the foot. I can't even compare it to all the pain I had until yesterday, and I will never experience this kind of pain at any other point in my life, because only this is real right now. This is the only thing that's actually happening in this moment. This is reality. And in this experience, the unsurpassable, the thing that's unsurpassable below and above the heavens, appears. So it's exactly in this moment where the true self manifests. But it's not, cannot be separated from this person. This person hits his toe on a rock,
But the resulting experience who's aware of that? That's nothing different from the true self. That pain is felt by the true self. And when Gensha, well, in that story, then he goes back to the temple and meets Seppo, and Seppo asked him the question that is also quoted here in the Gyoji, basically, well, who are you? Who is this Shibi, who's this Gensha who just hit his toe on a rock? And Gensha responds, I cannot be fooled anymore. Fooled by whom? Fooled by whom? By himself. So one way to fool yourself is to always compare yourself to the others and think, I'm one of these. We're also fooled by the person themselves. So when I'm Muho, I'm constantly in the temptation of being fooled by Muho. Muho trying to make me think that Muho is the only thing that matters. Because Muho is the only person whose pain I can feel with this intensity. It's only when Muho hits their toe, his toe on a rock, that I feel this pain. But that doesn't mean that Muho is the true self. So a little bit like this circle that I wrote there on the blackboard the other day, that this life experience and the world that appears in this life experience and this illusionary subject that possesses the life experience, they are all one. There's only this one experience. That's what Sawaki means with this far, that you cannot exchange. Gensha Shibi then famously says the whole universe is one bright jewel. We're living this reality of one bright jewel. Sawaki might say we're living this reality of one big fart that you cannot exchange with anybody. But it's there. In the end, I just cannot be deceived by others. And by others, I think he means especially himself. This person. On another day, Seppo called him over and said, be of the Dutta, why do you not go exploring? So after that, he could have taken care of his wounds and started again. But Gensha decided that he didn't want to explore anymore. And his mentor asked him, well, why don't you? Your foot isn't bleeding anymore, why don't you go to travel? The master said, Bodhidharma did not come to the eastern lands, which isn't true. The second patriarch did not go to the western heavens. That is true. Basically, I think the point is here, when you realize that the true self is this experience that you're having right now, that's had by the true self. There's no need to go to India. There's no need to travel all over China. And when Bodhidharma did come from India to China, it's not that he imported the true self that had been located in India at the time and then it was brought to China. It had been lived by all of us from the moment we were born into this world. That's when the true self manifested. It's just that we never saw it, or maybe at one point we forgot it. The moment you remember that, you realize, oh, it was always there. It was nothing but the true self that felt this pain and the heat and the hunger and the urge to visit the toilet. That moment, Bodhidharma never needed to come to China in the first place. He could have stayed in India. He's still in India.
He never came here. The second patriarch did not go to the Western heavens. He didn't go to India. That's actually true. But Bodhidharma, if he had come to China and nobody had understood him, there wouldn't have been the second patriarch to inherit the Dharma from Bodhidharma. It would have been the same as if he had never come. And the moment the second patriarch did inherit the Dharma from Bodhidharma, he became Bodhidharma. So it's not that Bodhidharma brought something with him from India. It's not that going here and there gets you closer to the true self. Wherever you go, that's where the true self is. Or to use a different example, like we're all living in the eternal now. There's never been a day in the history of mankind or in the history of the universe when it was not now. It was always now. We're living in this mysterious eternal now. Still, for some reason, today is February the 28th of 2019. And that's not eternal. Until yesterday, this date was never there. And tomorrow it's going to be March 1st, and it's not never going to be February 28th of 2019 again. So how come that although we are living in the eternal present, it's February 28th of 2019 this year, now, today? It's supposed to be the eternal present, and it turns out to be February 28th. Do we have to wait until tomorrow or day after tomorrow that we finally get a grip on the eternal now? And the answer, of course, is not. If you think that today is not the eternal now, then you have to wait forever to get to the eternal now. And even if you wait forever, you'll never be in the eternal now. Exactly, because the eternal now, it's eternal. Right now, we're already living in it. But of course, February 28th is not eternal. That's why we're preparing for the session that's going to start for tomorrow. And the session also, fortunately, it's not going to be eternal. It would be hell if it would be eternal, but it's going to be over in 5 days. Then you have another week or so to write your reports, then there's time for Takuhatsu. And these two things need to go together. So we are living in this phenomenal world where each day is a different day, and it has a beginning and an end. There's going to be a next day. But you can only live now. And if it's February 28th, that's the only day where there's an eternal now. If it's March 1st, it's going to be March 1st. And that's the same for the true self. We are all living the true self, but you cannot live the true self of somebody else. You cannot live somebody else's true self. You cannot do zazen for somebody. You cannot fart for somebody. You cannot eat or shit for somebody. But that doesn't mean that we are living only a small portion of the true self. It's not that February 28th of 2019 is a very, very small portion of the eternal now, almost close to zero. No, it's the whole eternal now. There is no eternal now outside of this day. The same sense when you hit your toe on a rock and you feel the pain, there's the whole true self.
manifesting in that pain, and there's no true self out of that, outside of that. But inside that experience, everything is contained. So there's nothing that wouldn't be contained inside that pain. There's nothing that wouldn't be contained inside this one day that we're living right now. The whole universe, the whole history of the universe is contained in this one day. Okay, it's 10:30. I thought that actually I would finish the whole section here on Genshin and maybe also the two that follow it, but doesn't seem realistic. But maybe I can, well, try to at least finish this one section of Genshin. 今日は少なくともこの現象のところを終わらせたいと思います。Let me continue reading in Japanese. 375ページの5行目。ついに蔵骨さんというのは説法さんの本名、要するに説法さんと同じ名前ですね。ついに蔵骨さんに登るに及んで、すなわち死と道力抵抗するに、源と心髄せり。で、注釈によると、源とは仏道修行の総運髄のことです。心は至る、水は集まる。ずっとこの説法さんにとどまって、師匠であった説法義尊と力を合わせて協力して、そしてようやく、まあ、そこにあちこちらから運水が集まるようになった。死の日室止血するに、神魂に変わることなし。そして、まあ、師匠に対して、昼も夜も、まあ、休みの時間までいろいろと、質問したい人が出てきて、ちょっと話を聞いてほしいという、願いが、修行僧の中から耐えることはなかった。諸法の言学の中に、庶民帝あるは、必ず死に従いて、心益するに、そしてまだわからないところのある人は、それをみんな、まあ、道長に確かめたかったので、説法和尚曰く、道長である説法和尚はこう言いました。ビズダに問うべし、それは現者シビに聞いてみなさいと。要するにみんな、まあ、昼も夜も道長に聞きたいことがあって法事に来るけれども、道長はあいつがおるからあいつに聞いてくれと。死、この場合の死は現者シビですね。死、まさに人にあたりて不浄にしてこれを務む。まあ、ホステン主義で言えば、人にあたれば他に譲りがたしと。こんな立場じゃないんだけれども、それならば答えてやろうと。譲らなかったこと、その責任を譲ることなかった。抜群の行事にあらずよりは、陰謀の案にあるべからず。こういうようなこと、陰謀というのはこのようだとか、まさにこれという意味がありますけれども、
このようなことは抜群の行事でなければできない。終日演座の行事、まれなる行事なる。このような行事、抜群の行事とはどういうことかというと、昼も夜もちゃんと座ってたという行事があったからこそ、それができた。いたずらに正式に指定することは、王子といえども、もうその頃から、まあ自分の欲望に使われて、あれは面白そうだとか、まあインターネットの前の時代だけれども、その頃から綺麗だなだとか美しい音だなとか、自分のお袈裟の色を気にしたりとか、そういう人は多かったけれども、終日の演座は務める人まれなり、自分のそういう五感の誘惑に目も向けず、一日中座禅に打ち込んだというような人は稀であったと。今、万学としては残りの行為の少なきことを恐れて、いつ死ぬかわからない、何年残っているかわからない、残った時間の少なさを恐れて、終日演座、とにかく毎日朝晩座禅をする、これを務むべきなり、それこそ私たちの務めであるということを道元禅師が言われます。 So the rest of the chapter. Eventually Gensha climbed Zokutsu-san, and I didn't check the footnote here, but it seems to be the same as Seppo-san. Zokutsu-san, literally Elephant Bone Mountain, is another mount, another name for Mount Seppo. So I'm not quite sure if that's the name of a different temple or the temple where he had been all the way. Well, it could be that with his mentor, they eventually go to this different mountain called Zokutsu-san, which is all Seppo-san, which is where Seppo gets his name from, Seppo Gison. Anyway, Seppo and Gison establish a humble temple, and he and the master pooled their efforts to bind and build a humble temple where a group of profound individuals came together. The master Seppo allowed them to enter his room and glean his conclusions, no matter whether it was dawn or dusk. If among the students of the profound, who came from all directions, there were any who had an unresolved problem, they would inevitably turn to the master and ask for his teaching. So people came from all directions and they were asking for interviews with the abbot. In such cases, Master Seppo would say, ask me of the Dutta. So go to my student Gensha Shibi and ask him. Master Gensha, in his charity, would then duly apply himself to the task unremittingly. Such behavior would have been impossible if it were not for his outstanding conduct and perseverance. His conduct and perseverance of sitting in stillness all day long is a rare example of conduct and perseverance. There are many who vainly run after sounds and forms, but few people who practice sitting in stillness all day long. Now, as students of later ages and fearing that time is running out, we should practice sitting in stillness all day long. Okay, so much for today. If you have questions, please feel free to ask. ご質問等ありましたらどうぞ聞いてください。はい、お願いします。
気づけない、気づきにくいっていうのがあるんですけど、その例えば体の痛みを感じた時に、今日の中にある、うん、痛みを感じた時にあって気づくっていうのは、その自分の頭、考えっていうか心と、もしかして体は別と考えられるんですか？っていうのが、体は実は理解の中では自分の体のこと何も理解してないって、分かってないっていうことがよくあったりすると思うんですね。で、失って初めて分かるとかあっていうことを、まあ私も足の骨折ったことがあるんですけど、足の骨折って、あ、2本の足がちゃんとこううまく歩けるのって、あ、こういう意味があったんだっていうことに気づくことがあるんですけれど、その自分の 頭とか、まあ心って言った方がいいのかな、その持ってる世界と現実の自分のこの体、いえば、まあ、額とか、なんかもう死んだらあのすぐに物になってしまうみたいなことも、なんか先ほどの方がどうですか、それの違いなんですかね。なんかそこまではっきりしなくてもいいのか、それとも自分たちの認識を超えたところにそういう世界があるとか、まあそういうことがあるなしって考えるのもまた追っかけてるのかもしれないんで、その辺は どうなんでしょうか。まあ、ここではその私たちの認識を超えたところに本当の物証とか本当の事故があるという話ではないと思うんですね。むしろいたと思ったその時がもう真実、あのあれ、人事崩壊、真実忍耐という言葉もありますけれども、そこがもう天地いっぱいの事故が現れるところ。じゃあ私たちのその頭、要するに直接に痛いとか熱いとか、じゃなくて頭の中に考え事をしている時、あの時はじゃあ天地いっぱいの事故はどこかというと、頭の中に考えが浮かんだ時もそれも天地いっぱいの事故なんだけれども、それは痛いとか、まあ、あの大きな声でカッとか言った時ほど気づきにくい。なぜかというと、浮かんでいるけれども自分はもうそこで浮かんだ世界の一部に私というラベルを貼っている。で、この痛いとかこのカッツというのを聞いた時はその余裕もない。それがもう全部、ラベルが全部剥がれてしまって、これだけ。で、まあ、頭、まあ、それは内山老子がここでその劇場だとか、頭の中の劇場。で、ここで、俺が、これがもう、私だと。ここに私というものはないというわけではないけど、これ全部が私。ここに現れているものは全部私で、で、実はこの体もルミ、呼吸したり、おならをしたり、お腹すいたり、しっこしたくなったりする、この体、この頭、ぐるみ、全部私だったはずなのに、だから、この考えは悪いわけではないけれども、困るのは考えの中に、ここでもの上映されているこの映画の中のこの人物だけを私だと思って、この人物さえ得していればよくて、損しなければいいと、それだけを心配している。で、これが全部私だったと、この劇場も私だし、この下で呼吸しているのも私だし、痛いと思っているのも全部だから、まあそれを道元禅師だ、内山老子は多分ここで表そうとしているけれども、この体験が全部私だったという。で、それを、まあ、ある人は頭じゃなくて足をぶつけて気づいたし、ある人は、まあ、桃の花がきれいに咲いているのを見て、あ、これが天地いっぱいの事故、これが今ここで見えている。ある人は竹の音を聞いて、キーンと竹の音が聞こえて、あ、これだけ今
の生命体験される世界とそれを体験している私、このキーンという音以外にないんだという、ですから別に考えが悪いわけじゃない、頭の中もちゃんと天地いっぱいの生命を生きているわけだけれども、これが一番、まあ、考えでこの枠を突破するというか、これだけじゃなくてこれが全部私だった、そしてこの下には実はこの体の命があって、それに支えられてて、一呼吸一呼吸もう仏の息を吸わせていただいて吐かせていただいたけれども、全然気づいてなかったという、まあ、そこもだから考えるなと言われる理由だと思う。前中は考えは浮かぶけれども、それはそれでいいんだけれども、まあ、姿勢に変えれとか呼吸に変えれと言われるのはそのためだと思う。なぜならこの一呼吸は人と比較はできない。でも頭の中の世界ではいつも比較は可能だと、あいつは優先されたとか、あいつに勝ったとか、あいつに負けたとか、それが可能なのはこの枠、頭という枠の中の世界。その痛いとか、まあ、特に死の時はそうだろう。死ぬんだと本当にまあ実感したとか、お医者さんにあと3ヶ月しかないと言われた時に、でもまあみんなもそうだということは何の作目にもならない。もう要するにそこはもう本当に貸し借りができない。で痛いという時も、いやみんな足ぶつけたら痛いよって言ったって、子供はそれで慰められないし、大人だってこの痛いという思いは全然変わらない。でも頭の中ではいつも、ああまあ、あのみんなもそれぐらいの給料だから、まあ自分もこれで我慢しようとか、みんなこういう経験をするからまあいやという頭の中では比較可能だけれども、本当は全く比較できない何かがここに今現れている。うん、考えだって本当は比較できないけれども、私たちはその考えをそのまま眺めてないわけだから、もう考えの中にのめり込まれてて、考えの中でこの考えの中の劇場を世界だと思っているから、考えという劇場の中の一部の自分だと思っている。あれは劇場だったと。でそれを支えたのは、それをまあまあ、だからそこではまたやっぱりそれを超えた何かと言いたくなってしまうんだよね。この劇場、この劇場にはやっぱり外側があると言わざるを得ない。ただ普段はもうこの劇場を見渡せてない。あのここで安泰寺でも使ったかな、この前知源寺で使った例えは、いつも の, あの牧場 の, あの羊飼いの話じゃなくて、まあ住む場所で、力士は土俵の上で押したり引いたりして一生懸命やってるし、行事は誰が勝った負けたかと判断するし、観客はワイワイと誰かを応援するけれども、おそらくそこにお正月に天皇陛下が来ると、そんなに一生懸命、ああ自分の好きな力士が勝ったとか負けたとかで、
一遊一気するわけじゃなくて、ただし静かに見てて、で最後にちょっと手を振って帰る。でもちゃんと見てる、おそらく寝てるわけではない。一年に一回だけ相撲に天皇陛下が来られると、別にぼーっと早く終わらないかな、終わらないかなと時計を見るわけでもなく、天皇陛下はただ静かにそこに現れていることと、まあ、観客の様子もおそらく見ているし、みんなの様子を静かに眺めている。で、そういう意味で自分の頭の中の芸術劇場を見渡したら、それもちゃんと天地いっぱいの事業としてやっているわけ。でも私たちは普段それやってない、行事のつもりになったり、力士のつもりになったり、観客のつもりでやって、なんか自分の好きなやつが勝った負けたでワイワイになってとか、なんかあの行事審判の判断がおかしくないで物言いをしてみたりとか、なんかで物言いではなんかやっぱり負けたことになるか違うんだと、なんかそれをもう下手したら何年も引きずっているというのは私たちの人生だけれども、座禅というのはもう天覧相撲、天皇陛下が静かにご覧になる、で全部私の子供だみたいな感じで、負けたやつも勝ったやつも、まあ審判間違えた行事も全部自分だという姿勢だと、何も考えを否定する必要はない。それは全部考えぐるみ、考えも一発の兵も、お腹空いたという思いも、寒い暑いも全部私だということになると思う。他にありませんか。なければ終わりましょう。主ぞ。Yeah.